はい、皆さんこんにちは、ロットです。今回はね、マジのギミックが出たっていうことで、ちょっとね、ちょっと考察とね、適正キャラ予想をちょっとね、軽くちょっとしていきたいなと思っています。でね、ギミックが地雷元素壁で出ましたね。結構ね、読み通りっていうか、まあ予想されてた方も結構多いのではないですかね。やっぱね、アリスとやっぱクーヤがね、結構いう最有力候補で結構言われてて、やっぱそこの枠が来ましたね、とうとう。はい。で、アリスとクーヤなんですけども、この二人、どっちもね、アジン族で、プラス、戦型とかもね、劇種も一緒なんでね、もう、この二体がもう最有力候補なのではないかと思っています。なんか、レーザージェネレーターっていうギミックが出るんですけども、あのギミック見る限り、結構ね、スピード、結構壁に触れる必要があるので、結構ね、高いスピードを持ったキャラがね、活躍しそうな、結構まあ感じはしそうですね、はい。で、まあ他の、まあ候補で言うと、メロードがまあ運枠の、まあクーヤのね、時点でまあ運枠として活躍しそうなキャラなんですけども、まあこのキャラのまあいい点としと、しましては、まあ、一つが、まあ、書庫で、まあ、降臨されているので、運極合成で、ね、証、まあ、英雄の証つけることによって、身がね、二つつけられて、まあね、強化が結構ね、まあ、運枠さんとかの時に、まあ、クイアとね、比べて、まあ、強化がね、だいぶ、まあ、大幅にできるよっていった感じですね。で、まあ、ちょっとね、まあ、一つネックな点が、クイアと比べてね、スピード結構ね、まあ、150キロくらい、違うので、ちょっとね、そこがちょっとどうなんだろうっていう感じなんですよね。回復 S とかも持っててね、まあ結構使えそうな感じではあるんですけども、でまあ、ちょっとまあ、冒頭で話すべきだったんですけども、まあね、激臭がちょっとどっち使えるのって感じなんですけども、あのレーザージェネレーターのね、まあギミック見た感じ、ちょっとね、貫通持ちがやっぱ、ルート取りやすい。ルート取りがしやすい、まあ貫通タイプが結構まあ有力なんではないかなって思ってますね。はい。まあちょっと激臭変化パネルとかが出るかどうかまではわからないと思うんですけど、まあ、一旦ね、貫通メインでね、ちょっと話をしていこうと思ってるんですけども、まあ、貫通デジゴールドこんだけになってきて、まあ一番結構言われてたのがマルタとかも、まあ結構いいんじゃないかと。まあ、ダッシュ M 持ってね、スピード600キロはあるんでね。まあ、使えるのではないかと思うんですけどね。まあ、攻撃力も結構高くてね。多分レーザージェネレーター時代のね、ギミックが多分攻撃力依存とか何かの、あれだと思うんで、まあでも、そうですね、スピードだけで言ったらまあ、やっぱり、アリスに分が上がるのかなとは思ってますね。こいつ超スピードにできますし、超ウィンドウ。持ってるんでね、まあダッシュ M でスピード600キロあるとはいえ、多分アリスに軍配が上がるのではないかと思っています。はい。で、そうだな、あとはゼウスとかも、まあ、無難なコースなのかな。全属性耐性も持ってて、そうですね、まあ、フレーター的の HP 吸収状態もしかしたら、まあ、輝く可能性はあるかもしれないですね。でクエリーなんですけど、まあこれも超ウィンドウ持っててね、機動力に関してはまあね、申し分ないキャラなんですけども、まあ爆発とかも持ってて、まあね、なんか友情コンボで敵を溶かせたりもしかしたらする可能性はありますね。はい。まあちょっとね、その分ね、攻撃力とかがちょっとね、砲撃型なので抑えめということもありますけど、ね、やっぱりね、まあ一番最有力候補。あ、結構強いですね、アドラーも。アイリーンもまあ SS12 ターンで回転よく打てて、まあね、ギミック完全対応。まあでも飛行なんですけども、まあ割と使えそうな感じをしますね。まあでもやっぱり一番やっぱ有力、最有力だと思っているのがやっぱこの2体ですね。クーヤ、アリスですね。で、今、クーヤがね、強くのチョコで降臨してるので、あれかな、激究極。をクリアすると、まあ、稀に出現するみたいな感じなのでね。もしね、ちょっとまあ心配だよって方は、ちょっとね、クーヤ、今ちょっときついかもしれないですけどね、本当になんか総合か、なんかね、友達と総合してね、作って、まあ、多分刺さると思うんですよね。やっぱマーチの、このね、クーヤの登場終了日時がマーチの、まあ、降臨
初降臨日とね、あの被ってるので、まあね、クエア多分刺さると思うんですけど、まあ、本当に心配だよって方はね、ちょっと確実に刺さるか分かんないんですけども、まあ、作ってみるといいかもしれませんね。はい。で、ここで、マーチの考察は終わっていきます。よかったらね、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。